はい、皆さんこんばんは。原田ゴルフ原田修平です。今日はね、皆さんにお伝えするテーマはドライバーですね。ドライバーをちょっとね、回転で打つ方法っていうのをちょっとこの太平ゴルフセンターね、アウトドアでちょっとお話したいんですけど、みんなね、ドライバーをうまく打てない人、ボールが右に飛ぶ人ってこういうスイングが多いんですね。こういう感じに出て、こういう風に体を横に回す、スライドだけしちゃう人ね、こうなっちゃう人がすごい多い。で、本来だとどういうスイングになった方がいいかっていうと、こう体って回ってほしいわけ。こう回転で打つ状態になりたいから、こう体が左にこう回っていく感覚、感覚がすごく大事なんですけどね。ちょっとお尻がちゃんと見えるような、ここからお尻が見えるような動きにすると、ほら、しっかりボールが捕まるので、ボールっていうのは捉えやすくなってきます。ちょっともう一回やってみます。こんなようなイメージになりますね。じゃあどういう風にしたらいいのかというところをちょっとね、今日はドリルをお話しします。まあ、2つに分けて考えてみましょう。1つ目、ベタ足ダウンね。回転するんで、右の足が上がると回転で止まっちゃうんですよ。回転で止まっちゃうの、こうだから右足を上げない、右足上げないで腰をフル回転させる練習、ちょっとやってみますね。これで体を回転してるだけ、こういうふうに回転するだけね、これだけ。まずはお尻を全て回しちゃう。こういう練習ですね。これがまず第一段階。これでお尻を回すっていう感覚ね。お尻を回す。だから足首をねじるんで、右足は上がんないっていうね。この状態をまずスイングしてください。まあ初め分かんない人は少し両足閉じてやると分かりやすい。閉じた方が回りやすいから。もしも開いちゃうと滑る動作っていうのが出てくるから、ね、こう一枚板のままになっちゃうと、こういう動作になっちゃう。回転にしたいとかね。分かったら少し広げます。広げてベタ足ダウン、こんな感じですね。で次、2つ目の要素としては上半身を回転させるっていう練習。下半身から今度上半身につなげていきます。でそれはイメージは左の肩と顎の関係、この鎖骨と顎を剥がす感覚ね。こういう感じ、離していく感じなので、下半身が回ったら上半身を回していくので、こういうふうに絶対に上方向に行かない。上に行くと尖っちゃうから、後ろでここを剥がす感覚。そうするともうちょっとなんかこのクラブに対してこう大根で引っこ抜くようなイメージね。こっち方向に、こういう方向に、こういう方向に倒れる感じ、こういう方向、ちょうどなんかハンマー投げのようなイメージだよね。こういう関係。こういうふうに上半身を回していく。もう全部フルターンしていく感覚体全体を回していく感じだから、こういうふうに残しちゃうとここで回転で止まっちゃうんですよ。だからリストを返すっていうだけの練習だったらいいんですけど、やはりもっと飛ばしたい、回転で打ちたいってなると、この上半身も回しきる感覚を持つ。そうするとこういう風に体も回していくっていうところで、ここを広げてあげる。そうするとクラブの抜き感が抜けるところがこっちに入るね。左に抜けていく感覚になってくるんです。これがめちゃめちゃ重要。そうするとしっかりと体を回転する感覚でボールを捉える、上半身を回転させるという感覚になります。この2つですね。これをイメージしたらと体はちゃんと回転させるんで、あとは上半身の速度が出てきて、最後回転して足上げる。だからこういうふうにクラブを持って、こういうふうに横に持って回転の練習をしていくといいでしょう。なるべくお尻回してから、お尻回して上半身回して、そして最後腕を最後まで巻きつけると、こんな感じで最後仕上げに打ってみましょうか。まずは構えたらベタ足で回転、そして上半身も回して、そして最後に体を回していく。回転で打つという方法、これ以上お話したので、ぜひですね、体を止めてこうやって手で振るっていうところ、これだったらいいんだけど、だんだんスライドしてボールが右にしかいかないっていう人、これを少し回転にすることによってスピードを出していくっていうね、ちょっという方法をちょっとお話します。下半身から上半身、お尻を回すベタ足っていうね、これぜひやってみて、そうするともっとボールが強く叩けるようになると思います。ぜひ練習してみてください。ということで、このチャンネルでは私の毎日のレッスン内容を毎日更新しているので、ぜひともチャンネル登録と高評価とコメント、これ3つよろしくお願いします。あとオンラインサロンということでね、毎日遠隔でレッスンしているので、皆さんのゴルフをサポートするから、最後までね責任持って頑張りましょう。責任持ってやりますから、ぜひとも入ってみてください。ではこのぐらいで終わります。さようなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。